それではあの皆さんおはようございます。 また今日の授業を始めたいと思います。えー、と前回からあの戦闘神話というやつを見始めております。でまあ今回はあのなと言ってもお化けの話であります。でまあ日本人はあの。 台湾の人もそうですかねあのとにかくお化けが大好きなので、えー、こういう話は大変受けたという、まあ、そういう話です。えー、戦闘神話でこれはあの原、えー、末民書の人でまあ九遊という。 えー、クユウという人が、えー、書きまして、えーまあ、文言小説いわゆる文言小説で、まあ、中国の、まあ、これはいわゆる、うんまあ、東大電気の流れを組んだ、えーまあ、いわゆる電気小説という、まあ、ものの仲間に入るのであろうと思われます。 で前回ちょっとだけあのこのテキストの話をしましたけれども、えー、とこの「戦闘神話」っていう本は原、えー、末民書、まあ、民の初めの時期に、まあ、中国で出来上がるわけですけれども、えー、中国には、まあ、あのこれは全くなくなってたわけではなくて清、えー、の時代にもあの戦闘神話の本は出版はされていたようですが。 あの完全なテキストではなかったらしいんだね。でそれが、えー、日本で、えーまあ、見つかってで、えーまあ、この間お話し,しましたように唐浩、まあ、という人が、まあ、日本で、えー、この「戦闘神話」の完全なテキストを発見して、えー、そして、まあ、それを、えー、と中華民国の時代になりますけれども、えー、中国で、えー またたしであの時々ですねあのこういう中国本国ではなくなってしまって、えー、日本にあったとあるいは、まあ、外国にあったというような本というのがありましてでこれはあの「逸存書」という,いう言い方を することがあります。まああの要するに中国ではいつとまあなくなってしまっているけれども、まあよそにこう存在していたというまあ逸存書というまあそういうふうに言われております。まああの一番有名なのがえっとやっぱりあの東大電機東大電機でえっと優先靴という優先靴というねまあちょっと 何、まあ、て言うんでしょうねえロ、ー、小説と言っては変ですけれどあの色っぽいところもある小説です。これは当、えー、大に、まあ、だいぶ中国では流行ったようなんですけれども、えー、その後中国ではなくなってしまってで日本ではずっと伝わってたんだね。でこれがえやっっぱりあの民国の時期に入って えー、日本でこういうのがあるということが分かってまた中国へ、まあ、いわば逆輸入されたというものであります。それで、えっ、ー、とでこの間、まあ、この辺ちょっとだけお話したんですけれども、えー、とその東高中華民国の初めにですね、えー、その東高が、えー、その商奮出送還というまああの 宗官というまあものの中でえこの戦闘神話をいわば全体全体というかあの中国で伝わってきたものよりも完全なえ戦闘神話まあこれをえまあ紹介再び刊行してまあ紹介したわけですけれどえと実はこの唐恒がまあ日本で見つけたあのこの元のテキストより完全なテキストというのは えこれはあの戦闘実を言いますとですね「戦闘神話苦会」という苦会というテキストでえこれあのちょうど我々今日のえ見てみようと思ってあのコピーをしたのがこれは和国本日本で出たものですから「あのえり点送り仮名」がついてはいますけれどもあのこれは その戦闘神話解かいなんですね。で、日本であのだいたいずっと伝わっていたあのテキストというあの本はこの戦闘神話解かいという本です。で、この戦闘神話解かいというのは、まこの戦闘神話の本文にまあいわばこの今ここでお配りしたものにもありますように、あの注釈がついてるわけですね。で、その注釈はこれはあの実はえ朝鮮半島で えー、作られたものなんですねでつまり、えー、とこの「戦闘神話」という明代の小説が、えー、まずは朝鮮半島に伝わってそしてその朝鮮半島で、えー、朝鮮半島の学者が注釈をつけでそこで出た本が日本へ伝わって、えー、日本で、まあ、国本になったということなんですね。ですからあの、えー、とこういうい まあ中国文学のまあ日本への影響っていうのはいろいろなルートがあってえもちろん中国から直接日本へ伝わっているというものもありますけれどもえその朝鮮半島経由でえ伝わっているというまあそういうようなものもあのかなりあるんですね。まあ、この間えちょっとお話をしました「古文新報というえ詩文集があるというお話をしましたけど この古文新法なんかも、えー、中国では全然流行らないまあ、なくなっちゃってるものなんですが。まあ、朝鮮半島とそれから日本でものすごく流行ったわけですね。これもおそらく朝鮮半島から伝わってきたんではないかというふうにまあ思います。でえー、まあ、そういうものであります。で、あのー、この投稿のこの張、風思想館の戦闘神話というのが。 あのまあ、この間もちょっとお話しましたけど、えー、と台湾大学のこの小軍質相関ですねでこれはあの、えー、台湾大学の、えー、久保文庫という、えー、久保天水先生のお 持っておられたご本の中に実はあって、えー、これはまあこの間まあ見せていただいてきました。それでですね、えっ、ー、とこの、まあ、古文新報はちょっと消して、であのー、この戦闘神話会という本なんですけど、これ実は日本では。 倭、まあ、国本の形になって、えー、ものすごくたくさんあるわけですね今ここにあのお配りしましたけどでこれが実はもともと朝鮮半島で出たものだということなんですけれどもこれの,その朝鮮本がありましてね、えー、朝鮮半島で出た朝鮮本これはあのなかなか、えー、そんなにたくさん あのいたどこにでもあるというものではないと思うんですが、えー、とこれもですね実は台湾大学の、えー、図書館にこうあるんですね図書館にありましたでこれはあのまあ戦前その帝国大学の時代に、えー、買ったっていう、まあ、昭和何年なんていう判子をしてあるんですがあのとにかくその時代に、まあ、入手をしてと手に入れたようです。で あのこれ日本でもまあ時々はあるんですけれどえこの「戦闘神話句会」という本のこの朝鮮本これがあの日本の内閣文庫っていうところにありましてまあこれはいろいろなまああの江戸時代のいろいろなところのまあ江戸幕府のものであるとか 笑瓶作画学問所のものであるとかいろいろなところの本をまあ集めてここ置いてるわけですけれどもえとこの中にですねこの「戦闘神話」会のえ林,羅山林羅山というのはまあ江戸時代の初めにえまあいわば朱子学をまあ江戸幕府にまあ導入したといったらいいんでしょうね。 えそのまあ非常に日本では有名なあの江戸の初めに大変活躍をした学者なんですけどこの林羅山の急増の朝鮮本で,で林羅山の書き入れがあるんだねえお化けの本なんですけどえと林羅山先生もあのまあそういう獅子学をやってる暇な時間にこうお化けの本を喜んで読んでいたようで。 えー、彼は一生懸命読んでたんですねでそういうものもあったりいたしますであのとにもかくにも、えー、とこの台湾大学には、えー、とこの,小紛失の「将粉質の戦闘神話」それからこの珍しい朝鮮本ただしあの、えー、とこの「朝鮮漢本はこう」はどうも2冊からなってったらしくて。 えー、上巻下巻とあるんですけどその上巻しかないんだね残念ながらね下巻はなくなっちゃっているというところが、まあ、ちょっと残念ですけどとにもかくにもこ、えー、ここに全部揃ってるわけですこの遷都神話の、えー、中身に入ってまいりますとですねが 書いたわけですがあの、まあ、この九ーという人はいろいろなエピソードなどから見ると、まあ、大変才能のあったと言われてる人ですね。でだけど、えー、と実際何というか、まあ、ちょうど元の終わりから明の初めのい、まあ、わば乱世にあたって。 えー、あんまりこうなんていうんですかね、えー、出世はしなかった人みたいですねですから、まあ、そういう意味での、えーまあ、不満みたいなのは随分あったようであります。で、えー、とこれ「戦闘神話」っていうお話はまあ言ってみれば全部、えーまあ、お化けの話とかあるいはそのなんか変わった例えば竜宮城みたいなところへ、えー、行ったとかですねそういうまあ中国の。 まあ昔からこう歯科小説っていうのがありますけど、まちょっとその歯科小説的なまあその電気小説と歯科小説のま中間みたいなねあの性質の物語だと思います。で、これ全部通して読むとね、あのすごくよくわかると思うんですが、あの結局これ。 そういうい面白おかしい話あ面白おかしいっていうかそのお,お化けの話とか、えー、変わったその異次元の世界に行ったとかっていう話が出てくるんですけれど実はその中でね、えー、その主人公になってる人とか登場人物が必ず何か歯科文章を作るんだ、ね、で例えばあのその一番最初の話は、えー、とこの「水球」。 えー「警戒録」っていう、えー、文章なんですけどこれはあのその主人公の男の人、まあ、この人は、えーまあ、やっぱりなんか不遇の文人みたいな、まあ、そういう人なんですけどこの人がひょんなことからです、ねえー、水の中の世界まああの水竜宮城ですだね要するにねその水の中の世界にこう招かれていくわけです。 でそうするとその水の中の竜の,の王様なんですけどその竜の王様がこう新しい宮殿を作ったとで、えー、その旧新しい宮殿を建てるためのその上陵文というやつねこの間あの,、えー、あの何でしたっけ、えー、明の初めの光継という人がねあの蘇州の お役所を立てる時のその条領文を書いてえ殺されちゃったという話をしましたけどまあその条領文というのが出てくるんですね。でこれをそのまあいわば地上の才能のある人文章の書ける人をわざわざ竜宮城まで招いてそれでえこの条領文をえ書いてくれとこう頼んだというわけなんですね。でそのの彼がが書いた上いた領文うのが 結構長いんだけけどずっとこう引用されてるわけですそれからえさらにえそれが書き終わってえそうするとその竜宮の王様はすごい満足するわけなんですけどで宴会になるわけねでこう大宴会が始まるわけですがそうするとやっぱりいい気持ちになってじゃあこのまた詩を作ってくれという話になってこの登場人物がそのお祝いの宴会の,その詩を作る。 えー、わけですでこれが全部それから例えば別の話だと、あのー、誰かが亡くなったというような話になる別の話だとですね「祭、えー、文」という、まあ、これも、あのー、亡くなった人をそのお祭りするときにまあ読み上げる文章ですねでこれもまあ名文じゃないといけない。えー、それから えと裁判の話みたいに、まあ、この実は今日これから見ようと思っている「ボタン・闘記」っていうやつはその最後に裁判の話になるんですがその「えー、と判つまりその判決文これもきれいな文章じゃないといけないですね。でそういうようなあのつまり全部の物語が、えー、お化けの話であったり、えー、不思議なところへ行ったっていうその司会的な物語なんだけど実はそこにですね えといろんな種類の陰文三文つまりその名文がこう書いて出てくるわけです。でこれは要するに一体何だろうっていうことなんですけどね、あのー、非常に意地悪く考えれば、あのーまあ、要するにその九遊さんはあのー、結局この 私はこういうい文章で結局その物語の中ではいろんな人が書いてるけど実際はクユーが書いてるわけだよねでつまりその僕はこういうのが書けるんだということをどうも言いたかったんじゃないかというどうもそういう感じを受けるんですね。特に一つ読んだだけじゃ分からないんですがあのとにかくその「戦闘神話」の物語全部読んでみるととにかく必ずそのなんか名文あるいは詩っていうのがこう 出てきてき結局彼はそのこれがか私が書けるっていうことがこう言いたかったんではないかというねそういうイメージが非常に強いですで特にあの彼がやっぱりその、まあ、すごく才能はあっても、えー、現実にはなんかあんまり、えー、出世できない買った人だということを考えるとねますます、えー、こういうところでこう自分の腕を。 を見せたかったんだろうというまあそんなような気もするわけであります。で、実はまあ今日のボタン道路のボタン陶器の話もちょっとまあ、今の話が、えー、一種のこう伏線に多分なると思うんですけれど、えー、そこの中にもやっぱりこの判というねあのー、最後に裁判になってその判決文これがまものすごい、えー、綺麗な文章でま書かれているというところがこう出てきます。 であのー、今日はですね、まあ、戦闘神話の話の中にまあ物語はたくさんあるんですけれど、あのー、特に、えー、これは日本でまあ大受けに受けちゃったという話があってこれが「その牡丹陶器」というねボタン陶器という物語があります。これをちょっと え見てみましょうということを思いますで、えー、と物語の時代としてはまあ原末ということになってるわけですねで、えー、場所はまあ明宗って書いてあります明宗っていうのはまあ今の,あの忍法ですね、えー、まああの お話ですから、まあ、実際にそういうことがあったとは思わないんですが空裕は、えー、と銭湯の人って半朝広州の人ですので広、まあ、州から忍法っていうのはね、まあ、まあまあ同じ浙江省で、まあ、そんなに遠くはない、まあ、そんな感じだと思います。で、えー、この主人公の男の人は、えー、この強成という人なんですね。で えー、この人はあの最近、えー、奥さんを亡くしたばっかりということで、まあ、あとでちょっとあの、えー、せっかく皆さん宿題でこれ読んできたよね、あのー、これ訓読で読もうね、あのー、少しだけでもねあのやってみようと思いますけれど、あのー、この強制という人は、まあ、奥さんを亡くしたばっかりだというわけです。で中国では、まあ、この「弦小説」ですね 現象説っていうのはあの毎年旧暦の、まあ、1月15日であの、まあ、旧暦っていうのはあの要するに月お月様の満ち欠けでこうやっていくわけですから、えー、と1月15日っていうのは新年始まって最初の満月の日ですねこれはねでその現象説の晩っていうのは、まあ、どこでもそうだと思いますけどあのこれ「ドンジエ」というでしょ。あの 要するにあの減少説のまあ明かりをつけてえ町にね夜明かりをつけてえやるということであります。で、あのその減少説の日にまあ明かりをつけてまあ町中の人たちがえそれを見に行ったと。で、だけどまあこの強盛はえごく最近にその奥さんを亡くしたばっかりでまあ一人者なんですね。 でまあ、町へ行くのも面倒だってんであの家の前でポカンと見ていると。でそうするとそこに、えー、この牡丹陶器というんでこの牡丹の、まあ、模様のついたそのちょですねその牡丹の,し、えー印あのえー、模様のついたちょを持ったあまあ1 7八ぐらいの美人が。 えー、その召使いの女性と一緒にこうやってくるわけですねそこのところちょっとこの原文をこう見てみようじゃありませんかせっかくですからねあのちょっとじゃあこの最初「奉仕の」ってところから読んでごらん「うん、窃盗によるやだよ」。 これはや,う,いやうんあとへ続くんだねこれはね実はねほ、えー、とこの「なり」はまあここで切ってしまうとなんか「奉仕の」っていうのがあって「なり」っていうのはちょっと変なので「えー、と奉仕の窃盗によるや、えー、埋葬原石に」っていうふうにあとへつながっていくようになるんですね「えや」ですこの「なり」という字はここでは「や」と読みましょう。えー、奉仕の窃盗に乗るよるや まあ別に法師が窃盗によらなくても現象説のお祭りはやってたと思うけどあのまあ一応そう書いてあるからね「法師の窃盗によるや」はいはいもうちょっとやって「埋祭、うん、原石に2」2> 2「うん」「原衆において「うん」「5や」。 とはいはいいいですね、埋栽原石に、明州においてえ塔を張ること、五夜と、もうこのことは覚えたよね、さすがにね、えー、5日間、えー、その灯籠祭りをやりましたというわけだな、その次はどうだろうね、えー、と形状の、じゃあ、この形状の手と、形状の四をね、うんえー、これは皆だね、皆。あ うん、そうだねこのね「ね縦という字はねここはあのー、自由に見たっていう意味でしょこれね、あのー「欲しいままに」なんですね「欲しいままに見ることをうと」と、えー、まあ「循環」を「循環する」を「う」でもいいと思うんですけど、あのー、せっかく「に」ってこう送り仮名が振ってあるので、まあ、その「に」だとすると「欲しいままに見ることをう」ですよね。 え欲しいままにつまり自由に見ることができたというね、はいはい、えー、じゃあ隣行ってみようか姿勢行使だね姿勢行使のうんこれは年。市都市うん、うん、とこれは何だろうねイフではないかねあ、ごめんなさいこういう字が書いてあるんだ、えー、これすごいねこれあの 漢字があの送り仮名になってんだねこれよく見ると,え強,制と強制というものありですねはい強制というものありうん陳命令のもとにだのね陳命令のもとにうん <いる S 1> うんそうそうそうお,おりかな<お>り,りだのこれおり,おりだねこれ後でつながっていくんだねえー 市政公私の年、えー、こう何年という話もこう出てるんですねで、えー、強制というものありとで賃、えー、命令のもとにおりで後につながっていくというわけだなありがとうありがとう、えっと。じゃあこの次はいいですか初めてだね。初めての,、うん、そのこれは偶でしょうね。を うん、これは失い手でしょうね。喪失の僧はね。あの失い手。うん、これはもうそのまま読めばいいみたいだよ。環境不良うん。環境不良ね、えー、初めてその偶を失い手。手つまり、この中は何々したばかりということでね。えー、その連れ合い奥さんを亡くしたばかりの時で。 環境、えー、は、まあ、やもめ暮らしということですね独、あのー、り身でいて、えー、退屈しているとははい、はいありがとうございますその次はいいかな「また」またっていうとこね「また」「いで遊<た>ばず」そうそうそうでこれは「ただ」でしょうね「ただ」「よりてよってうん「調律」 のみのみですね。えーと「ただ」という字がなんかちょっと変な感じの字になってるけど、あのー、これはこの「このただ」でいいんですねここがくっつかない方が正しいんですこれはあのなんかちょっと、えー、くっついたような字になってるけどね「えー、また」「いで遊ばず」「もう外へ出かけないと」とつまり、えー、町中の人たちが、まあ、その灯籠見物に行ってるんだけれども「 外へ出かけていかいないとで、まあ、ただ自分の家の門の前で立っていただけであるということだよな、えー、その次のじゃあ十五夜三甲ってところはじゃあいいですか十五夜三甲つきてはいはい、うん、ようやくいいじゃない「まれなり」「そうだ、ね、で一この次は「あ」という字だね「あかんですね。 見るうんもうちょっといっちゃおうか相当の「掲げて」なんですね「ティアオ」はね掲げて,掲げてはいはい<前>、うん、これはとうも「前道」と読ませてるみたいだね前道す,前導すうんあ、うん、そうだねうあとに,あとに従う。 うん、そううですすね、はいはい、えありがとうございますえ「十五夜三光尽き月」と「まあ、十五夜の日」まあ現小説ですからね「十五夜の日で」で三光月」きて真夜中になって「友人ようやくまれなりと」と遊んでいる人もだんだん少なくなってきたと「一阿寒」「やヤほあん」っていうのはあのー、まあいわゆる召使いだねこれはコールオームなんか見てるといっぱい出てきますね、まあ阿寒というんでしょうね。これはあのー 「や」っぱりこのやーなんていう字はめったに出てくる字じゃないから「音はあ」だっていうね「カラスのあ」という字だってこれわざわざ注射がかついてるよね「一夜間を見ると。で「相当のボタン灯」を掲げてえボタン道路をね「相当」の2つにこう分かれてるなボタンが2つ上についてるのかな。 どういうういもんでしょうねこの中国のボタン道路ってなのはねで全同すとで一、えー、人の美人がと、えー、にその後についていたとじゃあもうちょっとやってみようかじゃあその後ろよろしいですかえー、約年だね七八うん興奮だね水襲ですね ちょっとあの字が見にくいけど「水臭」は「つい」という字ですよ。「つい臭」だね。はいはい。これはもう音読みであの音読音読みでいくしかないね。「興訓水臭」その次を「ていてい」ですね。これは 上々ねあの上ねと読みますえー、高君水舟定定上場その次の字はこれ「いり」ってんだけどどう読みますかね「いり」「いりとして」なんだねはいうん「いりとして」もうちょっと行こうよちょうど切れ目のところ「西に」 投じてだろうね、うん、さ猿で「いいでしょそそそうそうそうり、えー、として」なんてね「いり」っていうような字はまあこんなのはもうそのまま読むしかないんで「いりとして」えー「西に投じてさると」まああのー「停々上々」まあこれはそのなんか女性の、まあ、美しいたおやかな様子ですわね。 そしてまあ入りとしてっていうのはまあのんびりとっていうことでゆっくりとえ西の方に向かっているとねえいうことですね。でえ次にじゃあ今度はまた「生」っていうのは出てくるねその次の「生月下」において「生月下」においてだよ。「生」この「ショんだねここのところだね。ええ「生」だよね。月

なりとえそうです、ねえー、いいですすねねいい障害まあこれもあの可愛らしい顔で美しい顔で、えーまあ、若々しい年ってことでしょうねで誠の黒色であると、えー、で、えー、そのじゃああとはじゃあ川島さん新婚としてだね、うんうんうん、おさうることだね。 うん、すなわちこの「ウェイ」という字はねちょっと読みにくいけどねこれついてなんでしょうね多分うん猿とね、えー、この「シェンフン・ピアオ・ダン」は「あの新婚表頭はこれはそのずっと生が、えー、主人公なんだなその生はそういう女性のこういう美しい様子を見て魂が吹っ飛んじゃったと。 でえー、自らをさうることをあたわずともう我慢ができなくなってそして、えー、その美しい女性をもう後からつけていったというわけですねこの上「上位はまあ日本語でも「美行」という言葉があるけどねその「美行」していったわけです。で、えー、じゃあその次の「あ,あるいはあるいはこれに先立ち」そうそうそう「あるいはこれに 遅れ、うん、行くこと数十歩にして、えー、まあ女だろうね、まあ、女でもいいけどねたちまちたちまちこれは解雇だね保育なんですね「保育」という字だよこれはねちょっとなんかこれ時々漢字が分かんないよね。保育ね解雇して うん、これはね、す、これも通りに読むと、少しく笑ってなんですね。うん、ウェイシャオでしょだから、要するに、少しく笑ってと言ってんだな。少しく笑って曰く。はい、はい、い、いですね。えっ、ー、と、尾行していって。えっ、ー、と、その女性の前になったり、後になったり、えー。数十歩歩いたところで、その美人がふっと振り返って。 えー、そしてにっこり笑って、えー、言いました、というわけだよね。えー、じゃ、これはどうでしょうね。じゃあ、はじめより。早中のき。なく、なく。うん。月下の。ぐ、ありと、えー。偶然に。これは、あらざるにでしょうね。に。にたるなり。 えそうですね、えー、偶然に、えーとまあ、これは時々月下の下で会、えー、ったとでこれは、えー、偶然ではないようですねとこ,うこの女性が言ったってわけねこれはまあよくわかんないけど、えー、と初めて会った男の人だよねそれでその初めて会った男の人でこう自分の後をついてきてるやつってさ普通なんか怪しいっていうかあの。 ででしょ怪しいでしょょ怪いこれねだけどそれがこうその女性がいきなり「このあなたと月の下であってこれは偶然じゃないみたいですね」なんて言うっていうのはこれはやっぱりお化けだよね。現実にはこういうことは多分ないと思いますけどあるのかなまあよくわかんないけどやっぱりこれはお化けだというのがまあ良妻子なんか見てても思うわけですがあのまあお化けでしょうね。 でえー、とそれで、じゃあもうちょっとね、じゃあこの「せ」すなわち、うん、これはなんだろうね、走り進んでなんですね、走り進んで、んででしょ、走り進んで、前という前という字は進んでと呼んでるんだろうね、走り進んで、これに、うん、これは「ゆ」だね、「ゆうして」曰く、うん、平居、史跡。 うん。歌人よく,よく解雇。解雇すべきや。いなやとや、うん。で、ええー、女。難易。なしと,しと、うん。ね、ええー、いいですかね、意味はね。えっ、ー、と、その。つまり、女性の方が先に。 この男の男に声かけけたわけだよねでそしたらもうこの男の方は大喜びしちゃって大 <laughs>、えー、急ぎで、えー、走っていってそして挨拶していくとそして「平居史跡」兵と「平居は自分の家」っていうことですよね「自分の家はすぐそばにあります」と。で「歌、えー、人」あのー「素晴らしいあなた」という意味ですけど「あなた、えー、振,り返って振り返ることができますか?」っていうんだけど「 これは私の家に寄りませんかっていう意味だよね。これいきなり、こうなんというか、ナンパというかね。<laughs> あの、うちに来てください。<laughs> こういうわけだ。で、ところが、その、じゃ、この女の人はどうかっていうと。その女、じ難易なしと。難、え、易、ー、難易っていうのは。あの、ここでは、は、は、阻むいって書いてあるけどね。要するに、断りもしないということだよね。まあ、普通だったら家って言うだろうと思うけど。 女の人はすぐに来るとで、えー、まあじゃあちょっとそのあとは見てみますけどですなわち阿寒を呼びていわ、えー、く金蓮、えー、党を掲げて共に行くべしとあ行くべしとね、えーまあ、行くべきなりと言ってもいいんだけど、えー、とそしてすぐにですね召使い下女を呼んで金蓮やとこの下女の名前がチンリエンなんだね。 後にパンチンリエンになるのかどうか分かりませんけどこの同じ名前だね「金蓮屋」と「ともし火を明かりをつけて一緒に行きましょう」でえここに置いて「金蓮また帰る」とその金蓮が多分先に歩いてたんだろうねでそこで戻ってきてそして「生」「女と「手」を携えて家にいたりともういきなり手つないじゃったよ。 すごいですねこれはね、えー「聖女と手を携えて」手は冷たくなかったんでしょうかねここで気が付かなかったのかねまあ分かんないんだけどで家にいたりその漢字を極むと、えー、喜びを極めたもういきなり、まあ、ここはあんまり詳しくは説明しませんが、えー、こういうことになっちゃったという話なんだよね。でまあ、こんな風に始まりまりすそして えこれはあのすぐに仲良くなるわけであります。でえまあ自分でですね私は不礼慶というえーフーリーチンという不礼慶という名前でえ放課のお通販まあそういうお役人のですね えー、まあ娘だというふうにまあ名乗るんですね。で、えー、そういうことをやって、えー、まあ毎日でやがてですねまあ二人仲良くなるわけですけれどもおこの女性が毎晩のようにこの強盛の屋敷にこうやってくるというわけです。いいですねこれはねまあこういうことがあったらね多分いいんだと。 どうですか、ね、まあ,あ難しいや <laughs> まあとにかくその毎晩やってくるわけです。で、えー、ある日まあやっぱりそれはなんか毎晩あそこの家に美人が来てで何か夜遅くまでこうなんか声が聞こえるというのを隣,のお隣に住んでいた老人がこう不思議に思うんですね。でこっそり覗いてみる。でえー、そうすると えー、この矯正とおその骸骨どくろまあ骸骨ですねその矯正がその骸骨と並んで、えー、座っているというのがあ分かるわけを見てしまうわけです。で、えー、そこでまあその老人は、えー、とやっぱりそのあなたはなんかお化けに、えー、幽霊につきまとわれてますよっていうことを言って、えー、そして、えー、その女が住んでいるというその家に、まあ、行ってみるわけですね。 でそうすると、えー、そこは、えー、あるお寺であって、えー、そしてそのお寺に、うん、こう新しい棺桶が置いてあるんですね。でその棺桶によく見るとおこれは「霊桶の棺」ってこう書いてある。でつまりその、えー、このれ亡くなった女性が、あのーまあ、その幽霊になって京成、えー、の,のところへこう訪ねてきた。 いうことがこう分かるわけですねでその後の物語なんですが、えー、ある日あそれで、えー、そのことを、まあ、あ,のあるまあお坊さんに話をしたところですね、えーまあ、家にこうお札を貼る、まあ、お守りのお札を貼る。 でそうすれば、まあ、その幽霊が来ないでしょうということで、まあ、お札を貼るわけですねでそうすると確かに来なくなるわけですでところがある日、えー、この京成が、えー、夜遅くですね自分の友達とこうお酒を飲んで、えー、夜道を帰ってくると、えーまあ、向こうからこのボタン道路を持ったこの二人がこうやってきてで「えー、ああやっとお目にかかれました」 と言言っってて一緒に行きましょうと言ってですねえ連れて行かれると缶桶の蓋が開いてえそしてその二人一緒にこう中に入ってパタンとお蓋が閉じてしまったとえそしてまあその男は死んでしまったというまあそういう話なんだね。で何日か後にえこの強制の姿が見えないと思ってその老人がえそのお寺へ行ってみると。 その強この漢方形の蓋の間からその矯正の木元がちょっとだけはみ出しててそれでその矯正がその中に入っちゃったっていうのがこう分かったというまあそういう話なんですね。でこれはなかなか怖い話だよねえ結構怖い話だと思うんですがえと戦闘神話の話は実はその後にまたさらに物語が続くんだね。 えっとこれはそのその時からえこの強制とおこの霊気この二人が二人の幽霊がつまり強制も死んじゃうからね二人の幽霊が町の中に現れるって言うんですねで笑うでしょなんか今笑った気持ち僕わかりますあのなんかおかしいんだよここから先はねでえっとそれでえっと二人の幽霊がこう出てくるわけでそうするとそれをなんか見た人は みんな病気になっちゃう,ってう、ね、病気になったり死んじゃうってうで、それでは困るっていうので,でここでまた偉いお坊さんが出てきてでこうその退治をするんだけどなかなか退治ができないでそこで今度はあの、まあ、その玄妙館の玄妙、えー、館というところの、えー、この魏法師というね人がえー それなら、えー、その山の中に、えー、その鉄漢道人という鉄漢道人というまあす,すごい人がいるので、まあ、その人に、えー、助けてもらいましょうとこう言う,うわけですね。で、まあ、あの鉄漢道人のところへこう村,村の人が町の人が行くわけです。でそうすると えせっかく人が静かにしてたのに誰が俺のことを言うんだってこれはまあその儀法師が名前を言ったわけですけどそれでこう鉄管道人が出てきてそしてえその2人の幽霊をこう捕まえるわけなんですね。そそそししてのののの裁判をやるでここのとことろでそのさっき言いましたえーそのクユーの その供述文と判決文の名文がこうダラっと出てくるわけです。その三人の供述文ね、つまり強制と霊系と禁令とね、その三人のえ判決文あ、強述文とそれから判決文が出てきて、そしてまあその三人がえその町の人を惑わすとは何事だっていうことで、まあ要するに地獄へえ送られるというまあそういう判決が下って、まあそこで。 話が終わるんですねそれでまあさらにえとこの「鉄管同人」はこの自分のことをまあ常口ってわけじゃないけどその人の存在を言ったのがこの「魏法師」でしょ。であいつうるさいこと言いよってって言って最後はこの「魏法師」がなんか口が聞けなくなっちゃってたというお話の終わりなんですね。で、えー、と確かにこ,うここまでのところを考えてみると。 えとその強制がこう看護桶に中に入ってこう死んじゃうっていうあたりまではすごく怖いんですけどなんかその後の話がねなん,かなんか確かにちょっと笑っちゃうような話になってあんまり怖くなくなって終わるというまあそういう物語なんですね実はこの原作の「ボタン陶器」はね。ところがえとこれが。 まあ日本にやってまいりますと、えーまあ、非常に流行するというわけなんですけれどもあのまず何よりもですねあのやっぱりなんか日本人 っていうかまあ僕よくわかんないけどまあ中国で確かにこういうお話ができるし「三元二泊」とかまあ中国の小説を見てもまあお化けの話っていうのは確かに少なくないんですがあのやっぱりこうなんか日本人は特にこういうお化けの話がものすごく好きですね。あの日本で日本語で「怪談」っていう言葉があるんだね怪談。 これはもうあのお化けの話、これね。で、これはものすごくあってであるんですけど、この階段に当たる中国語ってなんだろうね。句句話句句詩、うん、まあ句句詩ね。まあそれは多分近いんだと思うんですけど。 あのとにもかくにもなんかこの怪談っていうやつが昔から日本人は大好きであのまあ特に江戸時代なんかにねあのなんかこういうのをわざわざ話す会をやったっていうんだねこれね「あの百物語」っていうのね。百物語。でこう 昔ですから「あんどん」ってやって油でしょで油にこういう灯身をつけて火をつけるんだけどあのまあそれは相当明るいとは思うんですけどこう油にこう100本明かりをつけていってでその集まった人が一つずつそのお化けの話をするんだね。話が一一つつつ終わるとそのつずつ こう明かりを消していくで10個終わると10本明かりが消えてで 100, 100最後の99話話終わった時には1個しか明かりがついてないんだけどそうすると100個目の、えー、話をした時に全部消すわけだね。で真っ暗になるわけだけどそうすると、えー、本当にお化けが出る。 いう話になってたらしいんだよね。で、まあ、そういうことを、まあ、昔の人は、喜んでやってたと。これは、まあ、もちろん、娯楽なんだけどね、あの、ありますね。それとか、あの、日本で、これもう夏になると。まあ、夏じゃなくても、あれだね。知ってる、これ。お化け屋敷。これは、いっぱいあります。 でこれね台湾にあるお化け屋敷あるあるどこにあるテーマパークかテーマパークそうかじゃあそれはなんかちょっと日本風だな <laughs> あのまあそういうのがあればいいんだがあのとにもかくにもねもう日本は夏になるとってあるいは夏にならなくても あのとにかくお化け屋敷っていうのはいっぱいあるわけ、ね、でみんなとにかく好きで好きででもすごい怖いんですね本当に。でまあ私なんか怖いのは嫌いなんでこういうところは入らないことにしてるんですけど <laughs> あの、まあ、しかし昔入った経験で言ってもまあやっぱりこう入るで面白い入りたくなるという気持ちは分かるんですけどね。あの そのいうふうなまあ背景みたいなものがあるところでえこういう中国の物語が入ってくると一体どうなるかっていうことなんですけどね、まあ、そこはじゃあちょっとあのお休みを挟んでえ日本の話に移りましょうじゃあちょっとお休みしましょうじゃあここはそのお化け屋敷中国語で何て言ってるあののっていうの クイユそれとも何「コンプう」っていうのが出てるっていうけどそれはないじゃあ「悔い」かやっぱり「悔、う、い、ん」ってやつだろうなやっぱりな、うん、はいはいわかりました <laughs> えとそれではあの、えー、どうも階段の話になるとやっぱりみんな盛り上がるねこれはねあのやっぱりまあそういうところは同じかなと思うんですがあの まあこういう日本でなんかお化け屋敷とかお化けっていうふうに言ってるけどまあこれも実はいろいろあるわけだよね。いわゆる幽霊まあ一番怖いのはまあこれですね。これはまあいわゆる亡霊とも言いますけどあの要するに亡くなった人の魂だねまあこれ中国の多分だから悔いってやつがこれなんだろうな。 あのー、死んだ人が出てくるというねそのグイグーシーのグイってやつで妖怪ってやつもあるんだよね今のなんか子供たちがなんか妖怪ウォッチとかいうのが流行ってるみたいなんですがあれも一応はお化けの仲間なんだけどあのー、まあなんか可愛らしいねあのー、死んだ人ではないわけでしょあれはね。でまあ大体いいそういういろいろあるけどあのー、まあここのところだなやっぱり問題はね。でこれは あのー、で日本で、あのー、これはもうものすごい極端な話だと思うけど、あのー、日本の幽霊の話でですねこれはまあ何、あのー、でしょう、えー、それこそ今で言う、あのー「シンビエイエンチュジェンダー・スタディーズ」の素晴らしい研究テーマだと思うんだけど、あのー、大体 幽霊はは女ですねねこれはねあの男の幽霊というのはあんまりないあのもちろん何ですか、えー、と源氏と平家で戦って、えー、平家がみんな滅んじゃうんだけどその平家のまあなんていうか武将の幽霊が出るなんて話はあってねこれはまあ男でしょうけどねそれから何ですか秀吉に滅ぼされた柴田勝家のお幽霊が出るなんていう話はあるけどまあ あのそれは何て言うんでしょうかねこう創作っていうよりはなんか本当に出たというかえ本当に見たという話が記録されている話なのでえと実際例えばこの「ボタン道路みたいにこうお話として書かれる場合っていうのは大概女性なんだね。要するに特にこの何て言うか女性の恨み女の恨みこれが怖い。それであのー 例えばですね、ちょっと今のねあの考えてみるとその中国の,その戦闘シーンはね今の話なんだけどとその霊慶という女性がその強制をあの2度目に見かけた時に漢桶、えー、の中へ連れていってしまって殺してしまうわけだよねある意味ではね。これなぜ殺したのと思う。 だって今までは骸骨とその男の人でね会ってたわけでしょ。でまあ、もちろんあの、えー、とお化けと一緒にいるとみんな死んじゃうから,だから多分そのままでもこの強正は死んじゃったとは思うんですけどわざわざその捕まえて殺したのは何かっていうことなんだけどねでそこのところがね実はあの戦闘神話の中にもちょっと出てくるんですね。でこれはあの そのがが女性が言うんですねであなたは白状だと私は長く待っていたのにどうしてこんなに白状なんですかとこう言うというわけですね。で、えー、私はあなたと仲良くなって、えー、いつも行ったり来たりしていたとでそれなのにどうして怪しい同士の言うことを信じて 「私と別れようとしたんですか」これはそのお札を貼っちゃった話ですねあの怪しい同士の言うことを信じて私と別れようとするとはと「で発行なること」「発覚のごとし」「あなたはどうしてこんなに薄情なんでしょう」で「生の君を恨むこと不可視」「私があなたを深く恨んでいます」わとでただその後に「今幸いにしてまみウるを得たれば兄よく愛してん」んと今 ここここうううう再びでここで会えたたからどうししてててあなたを捨てることができましょうっていうんだねだからこれ両方あるよねつまり一つはその同志の言うことを信じてまあ自分と別れるためにそのお札を貼ってしまったその男の白情に対する恨みっていうこととそれから今ここで会ったからにはもう話しませんというつまりやっぱりその男が好きであったからえっと あの世まで連れていくんだというまあその一種の愛情の問題とねこれ両方どうもあるみたいな感じがするよねだけどここの部分読んでもその恨むこと不可視って書いてあるけどなんかあんまり怖くはないっていうかねあのつまりその男に捨てられた恨みのためにえ男を殺すんだ取り殺すんだっていうまあそういう危機迫る感じではないですよね。 だそこのとことろはちょっとあの日本のお化けに比べるとなんか中国の,あのお化けはというか女性はあんまり怖くない,いや本当は怖いんだと思いますけどねあのそういう感じがします。で、えー、と中国の小説を読んでてもです、ね、こ女性がひどい目に遭う話っていう女性がひどい目に遭って、えー、死んでしまうっていうような話っていうのは実はあるよね。 でこれあのね僕不思議だと思うんだあの有名なこれ三元二博の中に途中城っていう話あるよね知ってるあのト、えー、ゥーシーニャン、えー、ヌーチェンバイパオシアンっていうねでこのトゥーシーニャン途中城っていうのが主人公なんだね これ、彼女は、あの、まあ、義女なんですね。で、それが、李、えっ、ー、と、というある男の人と、まあ、仲良くなって。で、結婚の約束をして、まあ、故郷へ帰ろうとするわけですね。で、ところが、あの、この李口は、まあ、いい家の。お金持ちの、まあ、偉い人の、偉い、お役人さんの息子なんですよね。で、途中上は、まあ、いわもともと遊女っていうか、義女でしょ。で、だから、お家に帰っても。 まあ親に怒られるだけだっていうふうになことで,で、えー、そういうふうに言われてですねこの途十条のことをまあたまたま近くにいたその商人にまあ売ってしまうんですねでつまりその結婚の約束を破って他の男にまあ譲っちゃうで。でその途十条はまあここで怒ってですねその自分が持ってきたその宝物を全部川に沈めてそして自分も えー、長江にね身、あのー、投げして死んでしまうという、まあ、そういう物語なんだよね。で、えー、まあ、あのー、その利口の相手の男は、まああのー、その女を騙した男は、まあ、その後ねなんか、えー、とー病気になって死んでしまうっていう物語なんですけど。 これを読んでですね私でこれ言いたいことはわかるんだよこれなかなかよくできた作品なんだけどなんで途中女はお化けになって出てこないこれは不思議なん、あのー、僕的にっていうか私の感覚からすれば物語はここから始まるんですよ彼女が死んだところから始まるんですよそれで、えー、その後つまり男に騙された恨みをこう幽霊になって出てきて晴らすという そういうい物語にならならきゃ嘘でしょう嘘ででししょょ <laughs> だからあのよく分かんないけどだから中国の女性はお化けにならないみんなすごくいい子だからだかでこれで亡くなっちゃって終わりなんですよねかわいそうに。それとかねあのまあ途中條もそうなんだけど昔からもう壮大ぐらいからやっぱりそういう「えー、と結婚しよう」って言って。 女性を騙して、で、最後に、ま結婚しないっていう女を捨てちゃうっていう物語は。こう、いろいろあるんだね、これね、あの、中国語で、あの、憤憤っていう言葉あるんだよな。これ、なんだけど、そういう物語は、こう、いろいろあるわけです。それで、あの、宋代ぐらいに、その王家、オーケー、不敬というね、あの、物語が。あるんですけど、この話もね、その主人公の男が。 えー、女を捨てるんですね。で、もちろんその報いは受けるの。彼も死んじゃうんです。だけどそれはあの要するに天の神様が、えー、こういう悪い男はいけないということで、えー、雷かなんかを落としてでその雷に当たって死んじゃうの。だからこれはその騙されて死んじゃった女性が化けて出る話じゃないのね。 うんだけどこれは日本でこのお話にしたらもう絶対にうう女性が恨んでその男性のところに出てきて取り殺すというそういう話に多分なるんだな。でそこはね本当にあの不思議だと思います。えー、と来週実はその話あたりあるんだけど「白蛇伝っていうのあるでしょ白蛇伝もさ あのー、まあ最後にその蛇の姓のであったそのバイニャンズが白婦人が、まあ、あの最後にねこう閉じ込められて、まあ、終わるわけですけどこれその男の方はさ、まあ、ある意味では何度もその彼女を捨て,捨てようとしたわけだよね。だけどこの主人公の男はなんか平然と生きてるよ。何にも罰を受けないで。 あの、彼は不思議に生きてるでしょ。だけど、これもやっぱりなんか日本のお化けの公式的に言えば、やっぱり女を裏切った。男は大体怖い。目に遭ってると思うんでね。だからね。こう中国の何だろうね。こういう話はうんと。なぜですか？それを皆さん考えてくださいね。これはね。 あの男の人が書いてるからそうなのかどうなのか僕もよくわかんないけどねあのでも日本だって別に女の人がお化けの話は恨みの気持ちを持って書いてるわけとは限らないからねこれはやっぱりちょっとあのなぜ違うんだろうということだな。それでですねあの今の話えとその話そ このボタン灯籠なんですがこれがまず日本に来てまあいくつも,も物語がたくさんできますでその中でえと江戸時代の初めですけど浅井涼井というね人この人ずいぶんいろいろお化けの話が好きだったんでいろいろ書いてるんですがえこれ「とぎぼ子っていうんだね「とぎぼ子っていう。 お人形ななんんですねね女のの子かなんかの、ね、お人形っていうものがまた何かこう考えようによってはなかなか怖いんだなこれがねあの <laughs> まあいいんだけど <laughs> まあ研ぎ奉かという、まあ、これはあのなんか厄よけで子供に持たせるお人形らしいんでまああれなんですけどまあとにかく研ぎか、でこれは1666年、まあ、江戸時代の初めですね、あのー、にできてる。 えお話でこの中にそのボタン道路というのがあの入っているわけです。えー、これは台があのボタン登記じゃなくてねえっ、ー、と日本的に言うとボタン道路登録ですねボタン道路ボタン道路に変わります。それで。 あのーまあ、実はこの「都ぎ暴行っていう中に、えー、戦闘神話の話がほとんど全部入ってるんですねつまりこう日本化されてねそれで、あのー、これは、えーとまあ、翻訳には違いないんですが、えー、とこのお話はですね日本で中国の小説が、えー、日本に伝わってくるときにいろいろ起こることっていうか、まあ、やり方なんですけど えと翻訳には違いないんだけれども、あのー、これは例えば舞台とか舞台の場所とかですね、えー、人名とかはあのー、全部日本の場所日本人の名前にこう変えちゃうんですね。で,で本当の翻訳だったら、あのー、これは舞台は明宗でなきゃいけないし、えー、男は強制でなきゃいけないんですけど。 あのー、あらすじは全くほとんど変わらない、まあ、ほとんど変わらないっていうか変わってるところもあるから面白いんだけどその変わらないにしても、あのー、舞台を日本にこう変えて,るっているとうことなんだねで、あのー、その浅井領唯の「あのぼうこう」これはまあちょっとインターネットからダウンロードしたんであんまり時々字が入ってなかったりしてねちょっと具合悪いんですがこれを見るとですね、あのー、これはもう大体天文土のさ猿の年 えー「五条京極に、えー、萩原新之丞というものあり」って最初から12345678910行目ぐらいに出てて「五条京極に、えー、萩原新之丞というもの」という方にこれは日本の京都の話になってるんだね五条京極ね今でも京極ってとこあるんでしょ。であの五条国に、えー、萩原新城だから 強盛が、えー、新の城になっちゃったっていうね萩原さんになっちゃったっていうまあそういう話なんですね。強盛チアオションと萩原新の城っていうのはなんかあんまり関係ないってねこれは全く作者が考えたんだろうねでまあそういうふうに変わりますでこれはまあこういうようなあのまあ一種の翻訳っていうか需要の仕方ねでこれは。 多分日本語なんだろうと思うんですけどいわゆる純粋な翻訳じゃないよねつまりその舞台を日本に変えちゃったり登場人物の名前を日本人にしちゃったりこういうのをですね本案って言ってんだよね本案これ多分中国語ではこの言葉ないんじゃないかなあんまり聞いたことないと思うあのつまり えー、その話の筋は変えないで、えー、日本の話にしてしまうような、その翻訳の仕方っていうのをね、本案と言ってます。だから、これも、あのー、から来週やる。えー、その雨月物語、三元の物語を日本に持ってきたそ、その三元の話、その雨月物語の話なんかも。これはみんな本案なんですね。だから、あらすじは三元のままなんだけど。 あの舞台と登場人物が日本人の名前になっているというまあそういうもんです。それでえとここでですねいくつかまあ重要な違いがあると思うんですがあのまずはえまあこの場所とか人名が違うっていうのはねでもこれなんかもどうなんだろうね。例えば今のこう観念今のその文学観念で言ったらさ あのどうでしょうね例えば何でもいいんですけどあの村上春樹なんていう人がいてで村上春樹の小説ってねいろいろ翻訳があるじゃない。でその村上春樹の小説を舞台だけ台北にしてでえっと台湾の人の名前に変えてで多分盗作だとか言って。 怒られれるよねこれはねこは <laughs> おそらく怒られるでしょうこれは。だけど、まあ、昔の人はだからまあ,あのそういう反権とか何とかっていう問題はあんまりこうなかったということもあってですねだからこれだっていくらあの今的に言えばいくらその場所と名前を変えてもねあらすじがそっくりそのまま同じだったらやっぱりこれは盗作だって言って怒られると思うんだよね。 だけどまあ、そういうことはだからあんまり気にしないというね、まあ、そういうことだと思います。で、えー、ところがですねいろいろこう微妙なところでこう変わってるっていうのがねあの面白いところだと思います。で、えー、とこの浅井料理のこの研ぎ防徨の、えー、と一番最初の行をちょっと見ていただきたいと思うんですね書き出し。で、えー、年ごとの7月15日より、えー、24日までは「 えー、清涼の棚を飾りいえいえこれを祀るとで、またいろいろの灯籠を作りてあるいは祭りの棚に灯しあるいは町屋の軒に灯しまた清涼の塚に送りて、えー、石塔の前に灯すというふうに書いてあるんですねで、さっきのその戦闘神話を思い出していただければと思うんですがあのー、まあ、中国で ランタンというかねこの灯籠といえばもうこれは絶対現象説なんだね。でも日本でこの大体「灯籠」っていうといわゆるお盆というやつなんだね。これ7月19日はあの中元説なんで,すでこれはね あのー、なんか日本にもお化けの公式みたいなのはあって説、えーまあ、春ではあるけど寒い季節でしょ一応ねまだ春節が終わって15日しか経ってないわけです。でね日本ではねだいたい寒い季節にはお化けは出ないんだね、あのー、冬には絶対出ない、まあ、雪女とかいうのはいるかもしれないけど、あのー、あんまりいません。 あの特にこう亡くなった人があの出るっていうのはまずないと思うんだよねで大体日本ではまあこの要するに旧暦で旧暦でいう、まあ、7月15日まあいわゆるお盆って言ってますね日本でね。 唯ペンというやつであのこれは唯ペンそのもの,あの裏本そのものはまあ中国でもあるんだと思うんですけどこのお盆の時なんだね。で日本では大体このお盆旧暦の7月15日の前後にえとその亡くなってあの世に行ってる人のまあ霊魂がまあこの世に戻ってくるっていうねあの話になってるわけです。そそれでその提灯を灯して あの亡くなった人のまあ霊魂をこう迎えるわけですねあるいはその火をともして送るわけです。あの京都に行くとさあの大文字山ってなあって大文字の山焼きってやってるでしょあれはこのお盆の行事なんだね要するに亡くなった人があのをまあ送るために大文字を送り火って言ってその大文字山とかいろいろ山に火を焚くという、まあ、そういうことなんですよね。で えーですからあの中国の話を、まあ、日本風にこう翻訳しようとした時に、えー、やっぱりそのお正月にお化けが出てくるっていうのは日本ではないだからここはやっぱり絶対ににお盆に変えなないいといけけかったわけでしょうねでこれは多分一つのポイントなんだと思います。 でえー、それから、あのーまあ、ずっとこう見ていきますとあのさっき申しましたようにその五条京極に、えー、萩原新之丞というものがいたということだよね。で、えー、それからまあ最初その近き頃妻に遅れて哀愁の涙袖に余りあその萩原新之丞のすぐ後ですけど 近き頃妻に遅れて哀愁の涙袖に余りレンボの炎を胸を焦がし云々なんてこう言ってるところはこれはそのままでしょあの原作でも奥さんが亡くなったばっかりでってこう言ってるよねでも哀愁の涙袖に余りレ母の炎を胸を焦がしって原文にはなかったなそういやななんか奥さんが えー、いなくなって一人で退屈だとか書いてあったよね。中国の話はね。こっちの方がなんかですね。その奥さんが亡くなって悲しがってる感じがするね。で、えー、そして一、えー、人寂しき窓の音にありし世のことを思い続けるにとの悲しいことも限りなしと。まあ、そして、えー、外で立っていたところ、をこのボタン道路を持った女性がまやってくると。でこの辺はま変わりないんだね。それで。 えーとその先の方を見てみると,、えー、とずっとこうまあ要するに毎晩やってくるっていうわけだなそとその 2, 行2枚目もう2枚目いっちゃいますで2枚目のえー、と真ん中よりこう下あたりねでここでその隣のじいさんが覗いてみたっていう話でこれは同じなんです。 で、えー、その下から何段目ぐらいだろうな123段目ぐらいだな「隣の家に」ってのあるよね「隣の家によく物に心得たる沖縄の住みけるが隣の家にまあよく物知りというかよく分かったおじいさんが住んでいた」で。で萩原が家に、えー「けしからず若き女の声して」。 夜ごとに歌う歌い笑い遊ぶことの怪しさよと思い壁の隙間より覗きてみれば一具の白骨と萩原と明かりのもとに差し向かいて座したりとまあここが一番怖いところなんだろうねえじいさんが覗いてみたらねこう白骨と萩原と。 手足動きしゃれ神戸うなずきて口とおぼしきところより声響き,てあほぼ響き出て物語す」と「大きな大いに驚きて世のあくるを待ちかねて、えー、萩原を呼び寄せ、えー、このほど夜ごとに客人ありと聞,く聞こゆと垂誰人ぞというに」とこうまあ続いていくわけなんですけど。 まあこう初めて覗いてえまあ恐のというわけですよねそしてえその後まあ,あの京都のまあこれはまた同志ではなくてお坊さんなんですけどまあ京都のお坊さんからこうまじないのお札をもらったっていうわけですね。そしてあのだから3枚目ね3ページ目のまあちょうど真ん中あたりがそのお札の部分で。 えー、今日の君すなわち負をかき与え角に押させらるとそれより女再び来たらず」とこう書いてあってね、えー、そのお守りを門の前に貼ったら、えー、女は二度と来なくなりましたっていうわけだな。で、えー、50日ばかりの後。 ある日萩原東寺に行きてこれも京都だからね「当時」なんていうのは出てくるわけだな「で今日の君に礼拝して酒にえいて帰ると酒に酔って帰った」さすがに「女の面影恋しくやりけん万寿寺の門前近く立ち寄りてあこれは女の人が恋しくなっちゃってこのお寺まで行っちゃったんだねこれはちょっとまずいよね。えー、うちを見入れはめりしに 女たちまちに前に現れ「花だ恨みて言うようと」と恨みですねでこの日頃ちぎりしことの葉の早くも偽りになりこの日頃ちぎりし今まで約束したその言葉というものが早くも嘘になって薄気な酒けの色見えたりと白情な様子が見えてます。 初めは君が志あからざるゆえにこそ我が身を任せてえ暮れに行き明日に帰りいつまで草のいつまでも絶やせじとえこそちぎりけるをえ今日の君とかやえ情けなき隔ての災いしてえ君が心をよそにせしことよと。でもその次はあれだね今幸いに曖昧らせしこそ。 「うれと嬉しい」と言ってんだね「こなたえ入りたまえ」とて荻原が手を取り門より奥に連れていくと。で「飯連れたる萩原が男」まあ、下男が一緒にいるわけですけど「飯連れたる萩原が男は肝を消し恐れて逃げたり」「ダメなやつだね」で帰り「家に帰りて人々に告げければ人皆驚きて行きてみるに」 えー、萩原すでに女の墓に引き込まれ、えー、白骨と打ち重なりて、えー、死してありと、まあ、こういうところなんですね。えー、お,お墓の中へこれほら、えー、っとここも多分中国と日本の違いだな。あの漢、ー、桶っていうものね、あのー、ほらあそこのミンチュアントンルーとかあの神紀恩のあたりって なんかあのお葬儀屋さんがいっぱいあるよねであそこにあのすごい立派な棺桶売ってるよね。であの今は多分あの台湾でも、まあ、特に台北あたりではみんな仮装でしょあのね多分そうだよねで。だけど昔の中国はあの立派な棺桶を作ってそれでもし本当に人が亡くなった時も そのまましばらく置いとくわけだよね。でしばらく経ってからあのお墓に埋めるわけでしょ。だから多分このさっきのあの霊経の棺桶があのお寺に置いてあったっていうのはこれは中国的なんだよ。日本だったら棺桶なくなった人がいてもまあ昔だったら土葬だけどすぐに埋めちゃうもの。 棺桶のままずっと置いとくっていうことは、日本では多分ないんだね。だから、その棺桶の中に入って死んじゃったっていうのを。お墓の中に入って死んじゃったって変えたのは。これはやっぱり、その風俗習慣の。違いだと思うんだよね。あの中国の場合、なんであんなに立派な棺桶を <laughs> みんな作るのかっていうと。あのやっぱり昔の習慣はあれをしばらく置いといたんですね。あの地上にね。 えとつまり日本でちょっとあの間違った中国語の使い方をしてるところがあると思うんだけど「あのえー、とそうそう」っていうこの2つの言葉があるよね。でこの「さん」っていうのがあのいわゆるお葬式のことでしょ。ね三さんし」っていうんだよね。 でこの「残」っていうのはこれこそ,あのその土に埋めることを言うわけですねお墓の中に入れることを言うわけなんだよね。でだから中国ではまず最初にこの「三四三」ということがあってでかなり時間が経ってからこの「残」になるわけですよ。だけど日本ではまあ大体お葬式をやって、えーまあ、長くてし、まあ、お骨お骨を あのお骨になっちゃうけどその長くてて置いといて49日なんだねで場所によってはもうそのままお墓入れちゃったりもするんで要するにこの期間がくっついてるわけです。ね、で日本でさお葬式って言うんだよねあのいわゆる あまりこんなこと、えー、昼間からというか縁起でもないんですけどあのお葬式っていうんだけど日本のお葬式は要するに中国で言えばこのなんだよあの決してそのお墓に埋める式をやってるわけではないんでねだから多分どっかで間違えたんだね。あの「三」じゃなきゃいけないわけですねお葬式だとしたらね。えー でまあ、そういう違いい違は多分あるだから、あのー、今の、えー、とこの日本の話で棺桶、えー、に入るんじゃなくて女の墓の中に引き込まれてってなってるのは、まあ、そういうことなんだよ。だからその女の人が亡くなったら、まあ、あの火葬はしないにしても、まあ、すぐにお墓の中へもう埋めてしまうからねだから、あのー、そこへ入るということなんだろうね。そして えとつまりここで男が幽霊に、まあ、殺されちゃうっていうか、まあ、死んじゃうわけですね。でそうするともうあと4ページ目はほんのちょっとしかないんです。実はあの戦闘神話の話はここからその男と女の幽霊が出てきてしかも鉄管同人が出てきて、えー、裁判やって地獄へ行ってってここから先が結構あるんだけどここはもうないよね。でここはね結構あこれ実はあのこの話では。 あの男も幽霊になって出てくるのねこれ見てごらん「自相たち大いに怪しみ思いやがてえ鳥部山に墓を移すと」とその後「え雨降り空曇る夜は萩原と女と手を取り組み目のわらわに牡丹花の灯籠をともさせていでありく」っていうんだよねだからここのところは原作と同じなんですね。ここはみんな笑わなかった <laughs> ここはやっぱりなんかあんまり日本的に読むとそんなにおかしくないんだけどねこれね「これに行き合う者は重く患うとてみんな病気になっちゃう」「辺り近き人は恐れはべりし」と「萩原が一族これを嘆きて一線部の法華経を読み一旦たんの経を墓に納めて弔いしかば重ねて現れ入れずとなり」って簡単だよね終わりが。 あのこの萩原さんの家ではえっと法華経をねお経を挙げてお経をお墓の中に入れたらもう出なくなりましたってこれで終わりなんですだから最後の話はもうなってもなくてもいいような話でね要するにえっとこの「都議暴行の話はあの全体こう4枚ぐらいあるわけですけどあの最初に出会うところからまあどうやってこう家に毎日やってきてそれで。 えそれをそのおじいさんに見つかってそしてそのお坊さんがえお札のことを教えてそれででもお札がないところでえ女の幽霊に捕まっちゃってで死んでしまったっていうところでほとんんど終わりなんですねあとは数行というねだからあのまあもちろんえっと戦闘神話の場合もあのそのあとがないわけではないけれどもあのその途中までのところは死んじゃうところまでは 同じで確かにそこまでは怖いんだけど日本の話はもうそこで男が死んだところでほとんど終わりなんですね、えー、そういう話にこうなっているということなわけですだからその辺があのー、まあこの話の場合はねあのー、なんて言うんでしょうねこうやっぱりまあ、お化けも怖いけど女性も怖いというかあのー、この日本の話もそうだねこれなんで えとこの萩原をやっぱりお墓に連れてったんでしょうねでこれはあのこのセリフにもあるようにやっぱりそのあなた嘘ついてけしからんとは言っているけれどもえ今幸いにあいまいらせしこそうれしけれってこう今ここであなたに会えて嬉しいわって言って連れてっちゃうっていうのはやっぱりその。 えー、どうしてもその男の人が好きだったっていう、まあ、話になるんだろうねこれはね多分どうですか皆さん皆さんならそういうふうに男の人を連れてお墓に入っちゃう。えー よくわかんないけど、あの、まあ、それともこう怒り狂って連れていくの。なんか、そこの心理はね、なかなか微妙だけどね <laughs>。あの、まあ、とにかく、そういう話になってるわけですね。で、えっと、これが、まあ、あの、研ぎ暴行という話が、まあ、江戸時代の初めに出るわけですけれども。 まああのその後に至るまでいろいろとえ話がまあできていくわけですそしてえ明治の初めにですねこれは三遊庭園長という,こう今ね日本で「何とかな何とか」とかっていうとこれは大体なんか落語家なんか漫才師みたいな名前だっていうふうにね思うかもしれないんですけど。 あの昔例えばこの三遊亭園長なんていう人は、まあ、もちろん一人で講座に上ってお話を語るんだけどあのいわゆる話家なんですね、えー、物語を語るという、まあ、そういうことが主であの決してその今の落語と違ってその面白いおかしい話をして人を笑わせようという、まあ、そういうのが主たる仕事というわけではないということなんですね。でえー、この三遊亭長が あのえー、これは階段ボタン道路と階段という言葉がやっぱりついてるんだね階段ボタン道路でこれがですね、えー、明治17年。 に出るわけなんですけれど、これがその十三編二十一回というものすごいこうなんていうかこう長編の物語になっちゃってるんだね。で、これあの大学の図書館から借りてきてるんですが。 えと明治開花期文学集っていうのがあってでこの中にあのこの「階段ボタン道路が入ってるんですけれどもこのえ皆さんにお配りしたやつはねちょっと一部分だけあるけどこんなに小さい字でえと書いてあるんだけどこの本のですね大体この辺からかなえ半分これが全部ボタン道路 あのー、さっきのだからあの何、ー、ですか「えっ、ー、とぎぼうことぎぼうこまはあ、紙で印刷したらなんか3枚ぐらいで終わってたんでしょだけどこの明治時代のこのボタン道路はですね話が膨らんで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 ,らんであのー、こんなになっちゃってるというねそれで、えー、舞台はしかも東京になってるんだね。江戸のの話になってるさってさきはまああのー 京都だったよね京都の話でしたけどこれは舞台は東京になっていや、まあ、江戸になってるんですねそれで、えー、これあのなんかこう見ていただくとちょっとお配りしたところは「あの第8回」っていうんですけどあのこれはやっぱり、えー、その女のその隣のおじいさんが、えー、その幽霊を覗く場面なんですけどねこれはねで、えーと。この第8回 労を色を奏して生死を判ず」「高奏負を与えて引用を隔つ」なんて書いてあるのはなんかこれ中国のあのね三国志とかなんかみたいな「あの紹介小説」ってやつのあの題目の書き方だよねこれねだまあ要するに中国の小説みたいになってるわけ長編小説三国志みたいにねで三国志とか水古伝なんかみたいにこの「牡丹道路ができちゃったと。で えとこのだからもう話の主戦としてはまあ,あの要するにその主人公の男これ萩原っていう名前は変わらないんだねこれね面白いでしょ「萩原の家で」っていう女の家がするっていうねこれ都議暴行以来あのやっぱりボタン道路籠で殺されちゃう人は萩原さんなんだねこれそれでえ女の声がすると。 と足元からそうけ立ちまして物をも言わず有才のところへ駆け込もうとしましたが怖いからまず自分の家へ帰り小さくなって寝てしまい夜の明けるのを待ちかねて白王堂のうちへやってまいり「先生先生誰だのう万蔵でごぜやす何だのう先生ちょっとここを開けてください」。 体操はく早く起きたの、おめえには珍しい早起きだ。これ一人でやってるんですよ。これね、あの話かがね。あの私は別にそんな練習してるわけでもないんで。で、えー、今開けてやると、掛かけがを外し、開けてやります。体操真っ暗ですね。まだ夜は明けきれねえからだ。それに俺は安藤を消して寝るからなと、先生静かに押しなせ。とこう、大体これ、か、あの、その。 えと今の落語やなんかと同じで一人の話し家があのいろんな人物になってやっていくわけですけどだから会話が結構多いわけねこういう具合にね。でこれはですねあのこういう文章ってだから今読んでもまあ割とわかるっていうか現代語にそんなに離れてないよねこう話し言葉まさに話し言葉でねあのえ先生萩原様は大変ですよ。 どうかしたかかどうかしたの何のという騒ぎじゃございやせん、えー、わっちも先生もこうやって萩原様の地面打ちに孫棚を借りてお互いに住まっておりうんぬんとこうあるわけですけど、あのー、日本のね、まあ、近代文学日本の近代文学のまあ一番最初だって言われる、まあ、要するにその原文一体の おまあ現代文学が一番最初にできたって言われるのはあの二葉亭四名っていうね、えー、二葉亭四命という人の、まあ、浮雲という小説がまあ文学史の教科書なんかを見るとあのいわゆる原文一体という書かれたっていうのがありますで。とこころがこの 浮雲は、えー、と最初に出たのが、えー、と明治20年なんですねだからあの実はそのいわゆる近代まあこれ、まあ、浮雲が何で近代文学と言われるかっていうと、まあ、これはもう詩として内容の問題が、まあ、関わってくるわけなんだけどあの実はその浮この文章自体から言えばねこの浮雲よりも、えー、3年ぐらい前 に出ててるこののボタン道路なんていうのはもうよっぽど今の話し言葉あの日本語に近いものが実はすでにこうあったっていうことなんだねこれはやっぱり言葉の問題としてあのこれはお化けの話じゃなくてえと日本語の言葉の問題としていろいろ考えていいところだと思うんだけどあのこの間ちょっと見ましたあの服部南閣がこう授業で。 講義でしゃべってるなんとかであるとかいう日本語とかねあるいはこの、えー、三遊亭園長があの舞台で、えー、と一人でこうしゃべっているその言葉とか、まあ、よっぽど、えー、と口語らしいあの現代語に近い言葉っていうのがここでこう出てきているわけなんですね。まあ、そういういのが基礎になって あのまあ、二葉亭以後の、まあ、いわゆる近代文学っていうのがこう出てくるという、まあ、そういう話にはなってると思うんですがあの、まあ、こういうのはもうすでにあったということなんだね。でそれから、まあ、あのこの「ボタン道路なんかがこういうものが出てきたっていうのは一つあの面白い注意していい話っていうのはあのもともと三遊亭兆が え舞台の上でで話話した話なんですよでだけどこの明治17年に出たっていうのはこういう本として出てるわけね。でこれはねやっぱりその即記っていうやつがあってね即記術、えー、つまりどっかの誰かが、えー、その延長が話しているのをそっくりそのまま書き取って、えー、そしてそれを字に書物にしたっていう部分があるんだね。だから あのこういう即帰術というのがこう日本語のまあ新しい日本語が出来上がってくるっていうところで結構大事な役割を果たしている。でいろいろと違うところもあるんですけどねあのここの真ん中よりもちょっと左側の先のところだね「えー、向こうで女が来ていますと」と「お女が たと、えー、え親に感動されても引き取って女房にするから決して心配するなと萩原様が言うと、えー「女は私は親に殺されてもお前さんのそばは離れません」とたまえに話していると,といつまでもそんなところを見ているなよってこのまあこの辺は笑いでしょうけどね、えー、ところがねその女がただの女じゃないのだ悪党か何そんなわけじゃない骨と皮ばかりの痩せた女でこれ骸骨じゃなくなっちゃってるのね。 骨と皮ばかりの痩せた女で、えー、髪はしまだに言って髪の毛が顔に下がり真っ青な顔で裾がなくって腰から上ばかりで。 骨と皮ばかりの手で、えー、萩原様の首ったまえかじりつくと萩原様は嬉しそうな顔をしているとそのそばに丸まげの女がいてこいつも痩せて骨と皮ばかりでずっと立ち上がってこなっちへ来るとやっぱり裾が見えないで腰から上ばかりあの日本の幽霊っていうのは足がない。足がないあの。だいたいお化けの絵って見ていただくと分かるんだけどこう下は描いてない。 あのだからこれ腰から上しかないって言ってるのはあのこれ幽霊だからなんですね。えー、これ中国の幽霊とねこれも違うのねあの有名なあのボタン低観音機えっ、ー、とムーダンティンタンシエンツのねそのボタン低観音機というお芝居があるよね。 でそのボタン底のテキストっていうのはあの明代に出たお話があって、挿絵が入ってるんですね。でここでトレイジョーが一回な死んじゃって、トレイジョーの幽霊がその男の主人公に会いに来るところがあるんだよね。あのリュウムンメに会いに来るところがあるでしょ。でそこの絵があるんだけど、これトレイジョの足はねちゃんと書いてある。でなんでお化けであることを示すかっていうと、その絵の 彼女の足の下に雲がもコもコっとした雲が書いてある。あれはお化けの意味なのね。だからあの同じお化けでもあのやっぱり中国のお化けの書き方とあというかまあその決まり事と言ったらいいのかな公式と言ったらいいのかな。かそれがちょっと違うんだね。日本の場合は足がないっていうことになん でただ僕なんかも実はそのこのボタン道路の話って昔聞いたこともあるんですけどねやっぱりこの一番怖いのがねそのボタン道路を持ったこの女の人がこうやってくる場面なんだね。でねそれは遠くからね「こうカラーンコローンカラーンコローン」という下駄の音がしてって言うんだよ。 でも論理的に考えるとね幽霊は下駄履いてるはずがないんだねでまして音がするわけないんだねだからこれはおかしいなと思うんだけどまあなんとなくそこが怖いというまあそういう話になっています。それで、えー、と今そこのところ、あのー、まあだからだいぶいろいろとこうバージョンがあって、あのー、こう違う話がいろいろあってですね えと例えばあの、まあ、つまりたった,た,った4枚たった3ページぐらいの物語がこれだけ厚くなるってわけだからいろんなこうなんていうか枝葉がついてるんだね。で特にこの四つ葉階いたんじゃなくて、えー、とボタン道路でおっかないっていう一、まあ、つまたポイントになってるのが札、えー、札剥剥ががししっていうのなんだねお札剥がしでこれはあのその、まあ、せっかく幽霊が来ないようにお札を家の前に貼ってるんだね。 でところがその何、まあ、て言うんだろう彼にある意味こう意地悪をしようとする敵対するやつがいてでそのお札をこっそり剥がしちゃうでそうすると来るじゃないお化けがね。でまあそういうような筋になってたりとか、まあ、これがいろいろとにかく複雑であまりに複雑なんでこう簡単には言えないけどあのとにかくものすごく発展して えこだからもともとは中国の話で、まあ、それが都議暴行を経て、えー、こうなったという話でこれはあのやっぱりですねもうちょっとこれだけ考えても、あのー、やっぱりに中国の幽霊の話と日本の幽霊の話とやっぱりこれだけいろいろ違いがあるっていうところでね、まあ、この辺 まあ今のお化け屋敷のことを考えてもそうなんですけどやっぱり日本と中国中国と日本の,あの違いみたいなことを考えるのにこのやっぱりお化けの話っていうのはまあいい材料かもしれないですねこれはねえまあそんなことであのじゃあ一応今日はそこまでということにしましょう。来週はえ三元二泊のその三元でえと三元のえと江戸時代の訓読で読むという。 テキストをお配りしてますので、えー、あれを読んでみましょう皆さんちょっと読んできてみてください、えっと、あそれからねさっきあの申しましたけど林さんにお願いして今の,あの「ボタン道路の最初の部分、えー、っと日本の、まあ、今風の訓読の、まあ、お手本みたいなものをあのアップロードしてもらいますので、まあ、参考にしてくださいえそれじゃあ今日はそこまでにしましょう。はいどうもまた来週